お疲れ様です。吉田さん、話半分って言葉がありますけども、億万長者合宿の奥っていうのがね、奥じゃないにしても、話半分、いや、10分の1で1000万としてもやる価値はあるんじゃないかなと思います。もっと言うとね、億万長者合宿、話100分の1で、手にできる金が100万だとしても、参加する意義があると思うんですよ。そうなると、1億円稼ぐ100分の1の労力でいいわけですから、結構身近な、 目標なななるんじゃないかな、まあ、こういうふうにメッセージを自分の中で分解して再構築できるっていうのがまあ稼ぎに至るためのアイディアの一つじゃないかなと思うんですよ。であるやつがねこんなこと言ってたんですよ。ネオヒルズ塾っていうのがあってそこではねなんか一撃で奥が稼げるとか言ってるからおお本当に稼げるんかだったらカリキュラムばっちりやってやるから、ね、それで稼げなかったらお前詐欺扱いしてやるからなみたいな感じで。 クレジットカード2枚使って、やっと40万払ってね、そこに入ったんですよ。そしたら、詐欺で訴えが、訴えたいがゆえに、一生懸命やったんですよね。素直に、あの、コンテンツの通りにやったんですよ。そしたら、初月から85万稼げて、で、3年間で1億円以上稼げて、詐欺師呼ばわりできるところがなくなっちゃったんで、まあ、自らね、即可塾みたいなことをいまだにやってるみたいな。で、しまいにはね、なんか投資もうまくいきだして、 FX7 年目になっっちゃったというねこれは一体どういうことなんでしょうか話半分どころかね100分の1で捉えてもまあそこにはね今よりも現状が良くなるルートがあるっていうことなのかなっていうふうに気がするんですけどねまあ億万長者ゃ歌式で湯河原まで来てくださった皆さん今日から始めるつもりでやってみませんかもう、まあ、この動画とっくに見てないと思いますけどもねあなたですよあなたいってらっしゃい